今回ですね、気になったニュースで、飲食店、ある飲食店が、お客さんにタダで、食べさせているという、これはまあ当然、良いニュースとして報道されたんですけど、まあ、それに関してちょっと私自身が考えるところを言いたいと思います。はい、さよなら。